琵琶湖最後の内湖西の湖、そこには吉原が広がり、生命誕生のドラマが展開されています。滋賀県の鳥はカイツブリですが、安土の鳥はヨシキリです。ヨシキリは渡り鳥です。吉原で生まれ、ここから海を越え東南アジアへ旅立ちます。見渡す限り焼けたこの黒い大地から生命誕生のドラマが始まります。ヨシの成長は早く、1メートルぐらいに育つ4月下旬になるとヨシキリが飛来してきます。これから卵からヒナへと成長するための巣作りが始まります。5月初旬、やっと巣を見つけることができました。中を覗くと卵が5個見つかりました。感動の瞬間です。しかしこの時期が一番危険なのです。周りではカラスが狙っています。被害を受けたヨシキリの巣です。空から簡単に見つかるところに巣を作ってしまったのです。こちらは無事に2週間後、卵からヒナが帰りました。これから風のゆりかごの中で育っていきます。その成長の速さには驚かされます。あっという間に羽が生えてきました。親鳥は人目を避けてなかなか近寄りません。そこでカメラを固定して無人で撮影してみることにしました。その映像には親鳥が食事を運ぶ姿が映っており、本当に感動しました。巣の清潔を保つため、ヒナのお尻から糞を持ち去るのも分かりました。ヒナが帰って2週間後、巣立ちの時がやってきます。飛び立つようでなかなか飛び立ちません。心の準備をしているようです。翌日、巣は空っぽでした。驚きの連続です。あたりは急に静かになりました。どこへ行ってしまったのでしょう。来年もまた戻ってきてくれるよう、吉原の自然を大切にしていかなければなりません。